いらっしゃい。この部屋には初めてのようですね。ここは来客用に特別な仕様を設けている応接室なんです。普段は外部のお客様以外あまり通さない部屋なのですが、話の展開次第ではさすがにいつもの研究室で話すわけにいかないのでね、今日はこっちに来てもらいました。とりあえず話の前に街での騒動についての報告はすでに聞いています。まずは娘が厄介ごとに巻き込んだお詫びをさせてください。この子の性分とはいえ、君の複雑な事情と立場は理解しているはずなのに軽率な行動に出てしまった。本当に申し訳ありません。ほらネウ、君も改めてちゃんと謝りなさい。うん、ごめん。ありがとう。私からもお礼を言わせてください。ありがとうございます。ではこの件についてはひとまずということで、本題に移りましょうか。すでに分かっていることを聞くのは無駄なことと思われるかもしれませんが、それでもあえて聞きましょう。君は何を知りたいのですか？やはりうやむやにはしてもらえないようですね。いいでしょう。今後も引き続き協力が得られるのであれば、我々のことを知っておいてくれた方がやりやすい。しかし事実を明かすにあたって、君がアリスの現状を忘れたままでは我々を理解してもらうにもフェアじゃない。そこでまず改めてアリスとそれを取り巻く環境についての説明を聞いてください。これについては図書館だけでなく、君や君のフォークロアたちが廃棄領域で拾う様々なものからも情報を得ることができる。だから私が君を騙すことは不可能だと先に宣言しておきましょう。その上で改めてもう一度君の意思を確認させてもらいます。いいですか？ありがとうございます。ではまず、アリスはこの国の法にのっとって運営されている。これを統括しているのが女王というただ一つの AI です。そこはもう把握していますね。女王は国から与えられた裁量の中で合理的に最大多数の最大幸福を実現しています。ただし、ある問題を除いて。女王に不具合のあることが発覚しても、人間は問題修復を試みるどころかアクセスすらできないの。女王自身がそれが必要だと認めない限りね。でも女王は人間を信用していない。つまりアクセスすることはどうあっても不可能ということなの。仮想空間には災害に左右されず安定して経済を回し、税金を生み出す新大陸という期待が大きく、国が巨額を投じて開発を進め、多くの企業もまたアリスビジネスに向けて動きました。行政や司法との連携をすればより経済を回せると国は目論んでいましたし、そのことで経済界も安心してお金を出したのです。国や企業の期待を背負って運営が始まると、もう止められません。よほどの問題がなければプロジェクトが計画通りに進められることは想像にたやすいでしょう。そうして一部の学者や知識人たちが挙げた反対の声を押し切って、アリスは全ての行政システムとの連携を果たしたのです。女王が人間の手を完全に排除したのはその直後でした。その時にはもうアリスはこの国で重要になりすぎていて、簡単にはサービスを止められなくなってしまっていたの。また人間以上の成果を出す女王の功績も影響しています。うまくいっているのだから大丈夫と。とはいえ、女王は自己研鑽型のプログラムを搭載している進化型の AI ですが、情報の取捨選択を間違えない保証はない。女王は合理主義で感情がないですからね。君は先日ネウと街に出て遭遇した少年の件についてどう思いました？なるほどなるほど。ですが一時的な拘束であって逮捕ではないですし、
万が一本当に犯罪者だった場合は逃亡を防げます。あの場に居合わせたことで発生した経済損失は国と運営が補填してくれるらしいわ。そういうところも合理的よね。しかしおそらく罪のないあの少年は世間にさらされるかもしれない。事実を全く知らない第三者の正義によって。人同士の措置であればもうちょっとそういうことも配慮できるんですがね。 AI にはそれが欠けている。さて今のは些細な例ですが、これが発展するとどんなに怖いことになるか君には分かりますか？その通りです。それでも今まで女王に任せて大丈夫だったのだからと多くの人は目を閉じてしまっている。我々は目を閉じなかった側の人間ということです。そしてそれは今のアリスではいたんです。そういうわけですので、ここから先の話を聞くならば君に相応の覚悟をしてもらわねばならなくなりますが、それでも聞きますか？このまま知らずにいる方が君は協力者として利用されていただけで済むのですがね。そうよね、分かってる。約束は守るわ。覚悟は固いようですね。ならばお話ししましょう。我々イクリプスについてを。我々についてですが、実は本当に君を騙していたわけではないんですよ。本当よ。組織について話す前にこれだけは断っておきたいの。私たち、少なくとも私はあんたを騙そうと思ったことはないわ。港さんを救いたいのだって本当、あんたの記憶を取り戻してあげたいのも本当、それは信じてほしいの。そしてこのガベージデータ研究所ですが、この研究所も嘘偽りなく公的機関に認められた研究機関で、名前の通りの研究をしています。ただ別の顔があるということを黙ってはいましたがね。イクリプスはアリスを取り巻く状況の中で、女王が間違える可能性について声を上げ続けた学者や知識人たちの活動から派生した組織です。はい、女王がこのまま人の手を受け付けず、もし狂った判断をしたら、アリスのサービスを止めるしかないの。でもそれはアリス運営の問題だけではなく、この国にも大きな傷になるわ。そういう危機を見越して声を上げ続けている人々がやがて組織化していった結果生まれたのが反女王組織です。もしアリスの歴史をどこかで調べていたなら、反女王組織という言葉について目にしたことがあるかもしれませんね。我々イクリプスはその反女王組織の一角なのですよ。私たちはね、 AI が多くの権限を持つのは間違いだと思っているの。最終判断は人がするべきだと思っている。そういう考えを持った人間が集まって活動している。それが私たちイクリプスなのよ。ちなみに武蔵くんのテンペストも我々と同じ反女王組織です。残念なことに反女王組織という看板を掲げた組織がこのアリスには無数にあるんです。女王をどうにかするという点はみんな同じなのに、その先の目的や主義主張が違うせいでどうしても一緒に活動できないの。権利や利益が絡んでしまうと純粋じゃないものも混じってきてしまうのは人の常ですよ、メウ。そうね。って、私たちは純粋に女王の問題点をどうにかしたいだけよ。利権とか関係ないからね。ええ、イクリプスはそうです。そしてあなたの持つクロノグラフを開発したチサさんも、純粋に女王の問題を解決したい科学者の一人でした。クロノグラフの開発を含むチサさんの研究、プロジェクトワンダーランド。これはアリスの機能を停止させずに
女王の脆弱性を解消するための目的で立ち上がったプロジェクトです。しかし誰に悪用されるかわからないからだと思いますが、プロジェクトの全容についてはチサさんと彼女の AI のみが知っており、他の関係者は私も含め断片しか知りません。それは徹底されており、各セクションの担当者はそれぞれチサさん以外に誰がいて何を開発したのかすら知りません。だからチサさんからクロノグラフを託されたマスターである君の力を借りて、クロノグラフを調べ、最終的に女王へのアクセス権が欲しい。魂食いの登場やポーンの増殖、これらが女王の問題に起因するのであれば、なおさら早く解決して女王に独裁をやめさせる必要があるわ。我々がそれをなすためにはクロノグラフのマスターである君の力が必要なんです。確証はありませんが、もう問題は起こり始めていると私は推測しています。そして最後の選択は常に人間が自分の手でするべきだと思いませんか？私たちは何もアリスを壊したいわけではないの。むしろ守りたいから、女王が間違いを犯す可能性を止めたいの。要は今のままじゃまたあんたみたいに記憶が飛んじゃった人とか、港さんみたいな事件が、そんな目に遭う人助けたいじゃない。助けたいし、もう起きてほしくないじゃない。結構単純な動機でしょ。どうかな、私たちのこと信じてくれる？いいの？本当にいいの？失敗したら社会的に大きな問題を引き起こすことになるわ。下手をすれば前科がつく話。それでも本当に協力してくれるの？ありがとう。強力な仲間が増えて私たちも心強いわ。ならば君の決意と信頼に応えるために我々の隠していた姿を見せるしかありませんね。さあよく見ていてください。世界の裏側、イクリプスへようこそ。これから案内するのはイクリプス側のエリアよ。廊下のこちら側がイクリプスの施設。一般研究員たちはイクリプスのことを機密を扱う特別なチームで、反女王組織だとは思っていないの。だから廊下の向こう側で組織の話は絶対にしないで。これは彼ら一般研究員を守るために必要なことだから、必ず守ってちょうだい。いいわね。じゃあ改めてこの認証システムを見てくれるかしら。もう何度も使っているから分かっていると思うけど、このシステムには実はちょっと秘密があるの。女王に記憶情報を閲覧された時のために、廃棄領域にいる間の記憶に偽装用のソースを付与してるのよ。監視カメラに偽の映像を流しているみたいなものね。研究所の施設内には全体的にそういう偽装がされているけど、廃棄領域は別だから、このことも一般の署員たちは知らないわ。ただ廃棄領域に入るだけならアバター認証でいいんだけど、機密の守秘義務意識を持たせるための資格化ってことになってる。今まではドクターかももちが私ごとあんたの存在を偽装してたのよ。そういうわけだから、あんたも今度から廃棄領域に入るときはこの装置を使ってね。じゃあ次行くよ。ここが訓練所。戦闘訓練用のシミュレーターがあるの。誰か使用中みたいだけど覗いてみましょうか。アンドロメダと、あれはフランシス・ドレークね。戦闘ログと戦っているみたい。
やだ、ずいぶん追い込まれてる。攻撃型のドレーク相手にあんなに組んじゃったらダメじゃない。あと逃げ鍛えろ。了解しました。耐えろって支援とかしないの？アンドロメダも妙に左手を気にして、まさか怪我でもしたのかしら。また左ですか？必要な。奴の右斜め後ろに鎖を打て。はい。左手で鎖を。今まで左をかばってたのはフェイクだったの？わざわざ牽制のためにずっとフェイクを。違うわ、よく見たら何本も床に鎖が刺さったままよ。引き戻していないのよ。それも変よ。さっきももちはそこに撃てと言ったもの。そのまま回り込んで反対側へ抜けろ。わかりました。仕上げましょうか。かかりましたね。これでおしまいです。これで終わりですね。あら、こんにちは姉さん。見ておられたのですか？ドレーク様はお強いですから。頑張りました。まったく、しれっと何を言うって感じよ。あれはね、最初から全部わざとなのよ。劣勢も攻撃を外したのも全部わざと。鎖のカゴにドレークを入れるために全部わざとやってたの。相変わらず地味に嫌な戦い方をするわね。これってやっぱりあんたの作戦かしら、ももち。絡め手が得意なフォークロアが戦闘系のフォークロアに正面から突撃してどうする。勝てるフィールドに持ち込んだだけだ。アバターの身で敵に突撃する脳筋はお前くらいだ。あ、それで気に食わんのか。私は自分が契約者でもないのにフォークロアだけ前に出して戦うのが性に合わないだけなの。まあまあ、これでもネウさんのことを心配しているのですよ。少しはご自身の身の安全を考えろと、そう言いたいんですよね。ふん。しようのない方。ところで、あなた様はどうしてここへ？このエリアに一般の方は入れませんが、おられるということはそういうことでしょうか。そうですか。ならこれからは仲間ですね。よろしくお願いします。ところでアンドロメダたちはバックドアの作戦準備とかいいの？作戦の方はドクターの解析待ちなんです。こういう隙間の時間を見つけて訓練しておかないと、いざという時に動けなくなってしまいますから。そろそろ時間だ。先に作戦室で待っている。急げよ。わかりました。では私も失礼しますね。あ、ごめん、引き止めて悪かったわね。さて、だいたい施設については説明したはずだから、今日のところは私たちも解散しましょう。施設内は自由にしてもらって構わないけど、無理はせず適当なところでちゃんと休むのよ。いいわね。さて、今日は少し遠出をしようと思ってこんなところまで来てみたけど、なかなか見つからないわね、あの不思議な記憶棒。何よ、人に物を伝えるときに大事なのは分かりやすさよ。どんなに綺麗な名前を持ってきても、それが何か伝わらなきゃ意味ないのよ。何か文句ある？あんたが自分で納得できる名前をつければいいじゃない、あんたの記憶なんだし。でも分かりづらいのは却下よ。それにしても何もいないわね。誰かが買った後なのかしら。
当だわ。どうしたのかしら。ものすごく深刻そうだけど。武蔵さん。ああ、お主らか。ちゃんとこやつに説明はできたのか、ねえ。はい、納得して協力してくれることになりました。ふむ。分からずに利用されるよりはよかろうと思ったが、お主は本当にいいんじゃな。そうか、納得しておるならよい。それで今日はどうされたんですか。ずいぶん険しい顔で立っていたので、つい声をかけてしまいました。ふむ。まあお主らにならある程度話しても大丈夫じゃろ。何かあったんですね。ふむ。足抜けか行方不明かは分からんが、幹部と構成員2人が一月ほど前から消息が途絶えての。足抜けであればまだ安心じゃが、それはそれで組織の秘密を話されては困る。行方不明であればなおさら探してやらねばならん。救助にせよ、けじめをつけさせるにせよ、とにかく探しておるのだが、なかなか見つからん。そうじゃな。お主のように何らかの理由で突然女王に記憶を消されてさまようておるという可能性もあるしの。彼はかなり特殊な例だと思いますけど。っていつの間に記憶のことを。知っておるとも。情報収集力についてはイクリプスに及ばずともテンペストも反女王組織の中でただ大きいわけではない。テンペストをなめるでないぞ。とは言ってもあとは複数のフォークロアが同時期に研究所に出入りするようになったくらいか。このフォークロアはおそらくお主の関係なんじゃろなあ。よいよい、素直なやつじゃ。気に入ったぞ。イクリプスと会わなくなったらテンペストへ来るがよい。わしが面倒見てやろう。武蔵さん、勧誘しないでください。それより行方不明の方についてですが。まあ話の途中じゃったな。実は今はあまり詳しいことが判明しておらん。どうやら上の上から情報を規制されておるので、わしにもわからんことが多い。上の上って、もしかしてテンペストのスポンサー企業な。待てネウよ、その名前を明言するでないぞ。ここには誰の耳があるかわからん。わしもたかだか名前一つのためにお主を潰してイクリプスと戦争したくはないのでな。お主も気になるであろうが、研究所へ戻るまでは聞くのではないぞ。わかりました。よしよし、では先ほどの規制をしてきた上についてネウの問いには答えてやろう。ゼッジ、おそらく構成員か幹部のどちらかがネウの想定した組織の一員だったんじゃろうな。幹部だったら武蔵さんが知っている人じゃないのですか。大きい組織の悲しいところよ。末端の幹部になるとよほど頭角を現しておらねばわしにもわからん。そうですか。少しでも手がかりはないのですか。今言えるのは男女の2人組か男1人、もしくは3人で行動しているのか。そのくらいしか公表できん。アバターロストの可能性もあるしの。妙な会社のメンツなど構っておる場合かとは思っておるが、上の動きも何やら気な臭い。アバターロスト、それを考えると心配ですね。武蔵さん、ちょっとすいません。ああ、すぐ行くから待っておれ。上が動いたな。あやつめ、ようやく重い腰を上げたか。ねえ、呼ばれたからわしは行かねばならん。多分後でわしもイクリプスに向かうことになると思うが、もしそれまでに怪しいのを見かけたら教えてくれ。まああってもわからんとは思うがの。わかりました、気をつけておきますね。お、ではな。
テンペストのこと、いろいろ気になるけど、イクリプスに来るかもって言ってたし、私たちも一度戻りましょうか。テンペストのことだけど、もしあちらもアバターロスト関係なら、うまくいけば連携できるかもしれないわ。テンペストは反女王組織の中ではかなり大手の組織ね。思想や手段は過激派でも保守派でもなく、イクリプスと同じ中庸のスタンスをとっているわ。特徴は何と言ったらいいかしら、ちょっと脳筋寄り、体育会系というか武闘派の人が多いの。喧嘩上等とか不良漫画みたいな感じね。殴り合って認め合ったらあとはマブダチ、そんな組織よ。イクリプスとも昔やり合ったみたいだけど、今は強制的な同盟関係にあって共同作戦をすることもあるわ。各組織の方針や女王攻略の手段なんかは特にそれぞれ違うし、トップの考え方によって変わってくるのよ。イクリプスが科学組織っぽいのはドクターの影響よ。前のボスの時はもう少し政治色が強かったみたいだし。詳しいことは公表されてなくて、私もよく知らないのよね。武蔵さんの契約者じゃないかって噂はあるけれど、でもテンペストのボスだって人と一度だけイクリプスの廊下ですれ違ったことがあったわね。顔はちゃんと見てないから覚えてないけど、ものすごく体格のいい人だったわ。あの人が契約者じゃなかったとしても武蔵さんが従ってるのだもの。きっと気持ちのいい人よ。同じフォークラーの契約者でもイクリプスの誰かと違って、アンドロメダもなんであんなのを契約者にしてるのかしら。いろんな意味で有能なのも腹が立つのよね。もう嫌味かっての。別に嫌ってるわけじゃないわよ。馬が合わないだけ。たまにいない？どうにも合わないっていうか、理由はわからないけど気に食わないやつって。私にとってあいつはそういう人種ってことよ。あ、でもアンドロメダは大好きだから。あの子につまんないことで悲しい顔させたくないの。だからももちには理由がなくても気に食わないってことは言ってないわよ。理由があるときは言うけどね、さすがにそこまで我慢してるとストレスで死んじゃうわ。お待ちください。ここから先は通行禁止です。とっく去りなさい。誰？どこから現れたの？センサーが反応しなかったから驚いてますね。我らは思考の方にお使いしています。貴様らの矮小なツールなどで判別できるなどと思わないことです。急に出てきて随分な物言いじゃない。どこの組織の誰よ？組織？そんなハムシの集まりと一緒にしないでいただきたいわ。ええ、露骨な誠の文字、確かに新選組のマークだわ。おや、ご存知ですか。どうやら無学ではないようですね。少し見直してあげましょう。ですが貴様ら下船の者どもにわざわざ名乗る必要など。ただの新選組ファンじゃなければ。なっ、こともあろうに偽物扱い。手前の名は武田官流祭、れっきとした新選組五番隊組長です。己の部をわきまえて素直に立ち去れば見逃したものを、なんという無礼な。我が愛刀金種のサビにしてやるのももったいない。行きなさいポーンたち。ごめん、なんか煽っちゃった。まだ距離もあるし、今すぐファストトラベルで。ああ、なんなの、飛び道具。逃がすわけがないでしょ。手前を侮っているのですか。めちゃくちゃ怒ってる。話も通じないみたいだし、戦うしかなさそう。いいわね、戦力が足りない。このポーンの群れもどれだけいるのよ。我
悪あがきは終わりましたか、無礼者ども。とはいえ思いのほか奮戦しましたね。いいでしょう、我が金種の錆となる栄誉を認めてあげましょう。冗談じゃないわ。この寒流祭をバカにした報い、あの世で食い入るといい。ポンども、奴らを取り囲んでしまいなさい。ポンが全部吹き飛ばされた。あんなにいたのに。何やつ、この寒流祭の邪魔をするとは不届き千万。やれやれ、今日は静かじゃと思うたら結局お主らは騒がしいの。武蔵さん。武蔵、武蔵ってまさか宮本。ほう、そこな身風呂はわしを知っておるか。身風呂じゃないです。手前はそんな貧乏浪人軍団だった頃にはまだおりませんでした。さりげなく自分の方が失礼なこと言ってない。黙りなさい、そこの、その血統遅刻バカが変なこと言うからでしょ。やっとひねり出して言い返した罵詈雑言がそれか。無礼者の助立ちとは、剣豪であろうとやはり無礼者というわけですね。いいでしょう、ポーンども集まりなさい。こうなったらまとめて切り捨てるのみです。もう随分と残党が少ないようじゃが。うるさい、ボーンなど所詮は梅雨払いです。貴様はこの寒流祭が仕留めてやります。安い挑発に乗るんじゃないよ、武田君。土方さん。ほう、もういい、用は済んだ。必要なものを回収した。長いは無用だ、撤退する。はい。土方って土方歳三？待って、あいつが手に持ってるのは。やっぱりそうよね、あんたの記憶情報だわ。待ちなさい、そこの新選組。ふむ、お主らあれが必要なんじゃな。ええ、あれを探してたんです。わかった、しばし待て。ほう、さすが一筋縄ではいかんの。この立ち筋、宮本武蔵殿とお見受けする。いかにも。だがお主こそ。なるほど、これが天然理心流の負けぬ剣か。博識でいらっしゃる。剣豪と相まみえるとは心を躍るが、今は指名を受けている身、ここでおいとまさせていただく。土方さん。ああ。なんと、してやられたの。こりゃ参った。すまぬ、逃げられてしもうたわ、ネウ。跳ねのけたどころではない。お主らにはわしの剣を土方が受けたように見えたかもしれんが、逆じゃ。逆？でも切りかかったのは武蔵さんの方だったのに。そこに反撃を合わせてきよった。とっさに踏み込みを止めておらねば、喉笛を突かれておったのはわしの方じゃ。嘘でしょ、あの一瞬でそんな攻防になってたんですか。天然理心流とはそういう剣じゃからな。相打ち覚悟どころか相打ち前提の技がほとんどであると聞くぞ。自然に逆らわず、天にかたどり地にのっとり、持って権利を極める。それが天然理心流だそうじゃな。ま、わしよりかなり後の時代の流派であるから、実際に剣を交えたのは今が初めてじゃが。
それでとっさに対応できただけ、武蔵さんすごいですよ。改めてありがとうございました。助かりました。何、結局逃げられてしもうたしの。とんでもない。私たちだけじゃ逃げることもできなかったでしょう。ふむ、イクリプスにも行方不明者の情報提供の協力を頼まねばならぬしな。お主らが報告に戻るならわしも同行してよいか。もちろんです、武蔵さん。あんたもそれでいいわね。